こんにちは。こんにちは。マッスルグリルです。はい。今日は、先日行われたビーフ佐々木クラシックの、感想というかね、はい、そんな振り返ってみてっていう感じですかね。あ、ありがとうございます。あと、終わった後に何食べたかとかも聞きたいです。はいはい、まあ、今後にするところも。そうですね。はい。まあすごい楽しいコンテストではあったというか、まあ今までのビーフの中で一番盛り上がったんじゃないかなっていうかね、まあ自分の中ではですよ。そうですか。はい。まあ、佐藤くんがいたりね、岡田選手がいたり、はい、2019年1位取ったあの分かる選手、あの外国の方、そうそうそう、はい、あの人がいたりとか、はい、まあいろんないつものメンバーがいる中で伸び伸びはできたかなっていうところ、はい、うん、で、まあ、かなり俺の中ではコンテスト自体は楽しかったんですけど、はい、まあ、コンディション的に全然納得いってないというか、なんかなんでこうなっちゃったんだろうっていうのがあって、しかもそれもね、やっぱステージング見ないとね気づけなかったっていうのがあるんですね。そうですか、うん、だからその当日までは悪い感じはしなかったね。毎日鏡を見ながらやってって答え合わせしながらやってるのに、はい、やっぱ過去のステージングと今回のステージングを見ると、まあ、明らかに肩周りの筋肉とかが、まあ、要は溶けちゃってるって言い方はよくするんだけど、俺は、まあ、そうなってた。うーん、だいぶこうミイラ化してたって感じ、はい、うん、まあちょっとだいぶ前回が 100% だとしたら 80% ぐらいになっちゃってたなっていうのはありますね。そうですか。だから俺ぶっちゃけ減量入る前のコンディションの方が良かったと思う。うん、なんかそのよく分かんない減量してた間にどんどん干からびていっちゃったのかなっていうのがありましたね。だからまあちょっとまあコンディション的には納得いってないというか、またモヤモヤしちゃったって感じだったですね、はい、まあ、その原因が何かって言われると、まあなんとなく目星はつけてるんですよね。はい、まあやっぱいつも言うのが、自分はオフはあんま取んない方がいいんじゃないかっていうふうにまあ推奨してるんですよ。はい、要はそんなにブクブク太らし睡眠あんまないでしょうっていう、うん、まあそれは今でも変わんないんですけど、うん、まあ、前回5月自分の中では今までで一番いいコンディションだったんですよね。でその時はあの減量大体3ヶ月ぐらいで仕上げたんですけど、まあ、78キロぐらいから絞っていったんですよ。はい、で、今回は同じ90日間でも76キロぐらいですよね、76点ちょいぐらいで絞り始めたんですよね。だからその2キロ分、まあ、体重がない状態で絞っていったっていうのがあって、でこれあの理想なんですよね、自分の中では2キロぐらいの減量幅っていうのは。でカロリーも上げながら絞るっていう意味では、あの今回の方がやっぱ上げてるんですよ、カロリー絞る時に取ってたカロリーっていうのは。でプラスね、いつもノート書いてるんでトレーニング強度も上げていって、それでもベストが作れないとか、なんでかなと思った時に絞る前の状態を確認してなかったっていうのが良くなかったなと思いましたね。だから前回の78キロと今回78キロまで増やした時の体を確認してなかったらちょっとまずかったかなっていうのがありましたね。だからその時に過去の78キロも良ければ多分今回調整していったらもっとよく出れたんですけど、まあ要は元気がない筋肉を維持していたっていうのが原因だったのかなっていうところですよね。確認っていうのは方法としてはどういうやり方だったんですか？やっぱオフを少し設ける、オフを設けるというよりかは、はい、あのまあ、ベストコンディションを持っていけた時の体重に一回持ってくる、うん、でその時の見栄えとして前よりも良ければ当然絞っていったらもっと良くなるんだけど、はい、そのまんまでいるとやっぱ枯渇してんだろうねきっとね。要はあの筋肉って2キロぐらいはグリコーゲンって言ってあのエネルギー分 の誤差があるんですよ。エネルギーだけ引けば2キロぐらい大体落ちるんですけど、その状態を維持するってやっぱ良くないのかなっていう。で減量幅2キロってことはもうその中だけでの調整になるんですよ。だすぐ痩せちゃうし、逆に言ったらすぐ枯渇しちゃう怪しい体重なんだよね。だから俺なぜかそこを維持してたから、やっぱり4キロから3キロぐらいは増やさないと余剰エネルギーの余剰がない状態で絞っちゃうんで、まあ良くなかったのかなっていう、うん、だからまあ絞る前っていうのは一番筋肉にエネルギーがパンパンにあってあんま余んなかった状態の77キロぐらいだね、はい、67キロっていうのはすげえ筋肉が張ってたんだよね。あ、そうなんですか、うん、でそれプラス2キロで78キロぐらいなんだけど、はい、その時の体重、その時の体格とその前回の奥の時のコンディションを見比べておけばよかったと思って、うん、3ヶ月あればね全然絞れたと思うので、だから結構センチになりすぎちゃってたのかなっていうのはありますね。見比べるっていうのはあのどういうふうに
やってる方ですか。まあ、やっぱ体重増やす、うん、コンテスト終わったらバンと体重増やして、はい、2キロなんかすぐ戻るんだけど、その後まあゆっくり78キロまで戻して確認してからまた調整に入るっていう。あ、確認じゃ数値の確認ってことですか。いや、もう見た目だよね。だから78キロにならないと見た目わかんないじゃん。見た目の確認としてはどういうことですか。その動画を撮るとかそういうことですか。まあ78キロ、前回の78キロのオフの体っていうのは自分なんとなく覚えてるんで、あ、その時のコンディションよりもいい78キロであればもっといいコンディションでコンテスト迎えられる。一回その時にの体重に体重数値を合わせて、その後はそのなんていうんですか、じゃ感覚になっちゃうってことですか。でもなんかね、同じようにステージに立つわけにはいかないから難しいですよね、うんうん、まあでも大体お腹の感じとかで78キロでも前より腹筋が深く割れてるとか、うん、皮下脂肪が少なければいい状態なんだよね、はいはい、で逆に同じで78キロでぼやっとしてた場合っていうのはまあ良くないから絞っていったらもっと良くなくなっていっちゃうっていうところで、はい、まあ、今回そこを比べてなかったら、多分比べてたら悪くなってたんだろうね、きっと前回の78キロよりも。そうですか。その差っていうのは減量してる間にこうなんていうのかな、切り替えられないから悪くなっていく一方だから、うん、はい、やっぱ一回超元気な状態で確認してからやっぱ絞っていく、うんうん、まあ、それが俺の中での反省点だったのかなっていうのもあるんですけど、まあいい経験になったというか、それが見れただけでもね、はい、これって誰でもできることじゃないと思うんですよ。常に飯を測って同じもん食ってトレーニングノート書いて、うん、で実験した結果、まあ、自分の場合は そこにしかこう問題点はないと思うんですよね。うん、であとは栄養素的にも全く足りてないものがあって、それはコレステロール、うん、はい、コレステロールがやっぱ足らなさすぎたなっていうのがあるんです、はい、俺は結構単純に考えたい方なんで、筋肉のエネルギーになるから食べるっていうふうに考えてるんですよ。だから血液じゃないですよ、その場合っていうのは。その後の筋肉の中で、まあ、ミトコンドリアで起こる反応のための食事っていうふうに考えてたんですけど、はい、そのコレステロールだけは血中で反応するんですよね、うん、血中のコレステロール値に反応して脳が発達をさせたり同化させたりっていうことがあるんですけど、それをずっと取ってなかったわけなんで、2月から。それはもう悪くなるっしょっていう、うん、だから血液の中の情報に足りないものがたくさんあったのかなっていうので、まあ一つはまあそのコレステロールだ。今卵を食べてコレステロール値を溜めてるイメージで食べてるんですけど、はい、まあ、クレアチンと同じで、まあ、ローディングしていってある程度溜まったらそんなに取らなくてよくなると思うんですけど、俺の場合はほぼカスカス状態なんで、はい、まずはコレステロールをまあ、時間を置きながら取っていって、で、まあ、それで体の反応を見て良くなって血管が出てまたもりってしてきたら、まあ、切り替える、うん、そんなに取らないようにする。あとはこうなんか調和を取っていく。そうじゃないとなんか逆に病気になっちゃったりとかするんで、はいはい、まあ、そういう作業を今やってるところなんですけど、まあ、体重もだいたい今76.2キロとか1キロぐらいで落ち着いてて、まあ、コンテストからプラス2キロなんですよ。はい、だからコンテスト今回は74だったと思うんですか。そう、74まで落ちちゃった、うん、結局軽くなっちゃってるから、はい、うん、それも良くないんだよね。でそこから2キロ増えたってことは筋肉自体は一応回復はしたんだけど、はい、今度はそこの全盛期までの全盛期まで戻すのに、はい、ここからかなり時間かかるかなっていう感じ、うん、はい、うん、だからまあ結構失ったものは大きかったのかなって。得るものは大きかったけど失ったものも大きかったっていうところで、まあ11月もだから出ようと思ってたんだけど、はい、そのまあ10月入る前までに前回よりも上回ってなければちょっとまあ辞退して長い目で見て、はい、まあ、しっかり次のもっといいオフの体を作るまではちょっとまあ手出せないかなっていうところですよね、はいはい、うん、そこでね、無理に体重を上げるんじゃなくてってことですもんね。まあ上げてもね、結局筋肉の状態を良くする、はい、一番最高の78キロを作らなきゃいけないから、まずは、はい、それが作れないようであれば、まあ、11月出ても結局また、ね、自分に失望して終わるだけなんで、うん、まあ、そこはまあ別に、あ、はい、神先生が神先生来た、はい、で、はい、なんだっけ、あ、そうそうそう、はい、だからまあ自分はどっちかというとまあプロクオリファイに合わせて毎回出てますけど、別にプロになるために出てるっていうよりは、はい、まあ、いい自分をいい選手と見比べたいっていうってなるともうクオリファイ出るしかないじゃん。モサが集いますからね。そう、うんうん、だから そういうためだけに出てるわけで、別にプロになりたい気持ちがね他の選手より多分弱いし、はい、まあそう言われたらイラッとする方いるかもしれないですけど、俺は俺の出方があるんですよ。だから俺は俺の出方の中でもう出れないと判断したら、まあ、11月もちろん出ないし、はい、まあ、来年になってしまうのかなっていうところです、はいはい、まあ、来年になるともうね夏までは多分出ないと思うんで、はい、
だいぶオフ、期間増えちゃうと思うんですけど、まあ、そこはね、うん、まあ、別にあの約束してるわけじゃないですし、あだみさんのやっぱコンテストとか、うん、あのあごめんなさい、コンディションとか、あの、まあ、身も心もそういったところで合わせていけるときにね、出ればいいわけです、うん、そこら辺は多分皆さんね、分かってると思うんで、まあ、そうですね、はい、それ分からない人もそこは別にまあしょうがないと思う、はい、自分はとにかく自分に失望したくないんですよ。だからまあ一番いいコンディションが作れないと判断したくないというかね、はい、だからまあそのためにオフが必要なら、まあ、いくらでも取るしっていうところで、まあやっていこうかなと思いますね。でまあ、もし11月出るんだったら、まあ、ちょっとあの関口くん、はい、まあ、結構家が近いっていうのもあってジム同じとこ行ってるんで、まあ、ちょっとコンディションをね見てもらおうかなと思って、1ヶ月半ぐらい前の、はい、に俺がもう出れるなってなったら、まあ、関口くんと週1で一緒にトレーニングをして、まあ、同じ部位じゃなくてもいいんだけど、その同じジムに行ってトレーニングした後にお互いコンディションを 見て、はい、あのもっとこうした方がやらした方がいいっていう、まあ、的確な一番的確なアドバイスくれるのがやっぱ関口くんなんですよ。そうなんですか。そうだから、まあ、ちょっと見てもらえたらいいし、まあ、俺も見れるとかあったら見て、はい、2人でまあ11月ベストコンディションで出れれば、はい、まあ、間違いなく彼はオーバーオール行くと思うんですよね、まあ、11月もそう、はい、なぜかというと前の5月の状態から今回の9月にかけてめちゃくちゃインプルーブしたんですよ。このままの調子でインプルーブしていくと、まあ、俺の予想だとオーバーオールいくんじゃないかと思うんですよね、はい、そうですか、まあ、よっぽどのことがなければ、はいはい、よっぽどすげえ人がいなければ、はい、だからまあ自分もそこに乗っかりたいんですよ、うんうん、だからそういうコンディションチェックとかはより自分に対して厳しい目を持ってる人間にまあ見てもらおうかなっていうところで、はい、まあ、ダメならねダメって言ってくれるんで彼は、うんうん、まあ、そういう感じでちょっと協力しようかなってこの前連絡取ったところですね。そうですか、はい、でコンテスト終わってからはあのなんか食べたんですか、モーヤン以外に。ね、やっぱモーヤン、あの日はね、お腹いっぱいだった、一日中。自分もね、あの日お腹いっぱいでしたもん。うん、はい。あの後、まあ、マッサマンカレー食おうって言ってたじゃん。あ、言ってましたね。あれも食ったんだよね、腹いっぱい、あの後。ああ、あの、同じ日じゃないですよね。同じ日で。同じ日に食ったもうその日に食わないと、もう俺調整始めようと思ってたから。カレーの後にカレー食ったんですか。カレーの後にカレー食った。マジですか、うん、夜、はい。で、冷凍しといたカレーもあったから、それ食って、はい、まあ、3食カレーで。マジですか、はい、バナナシェイク10本分。10杯で、ね、10杯飲んだんですか、うん、でそれ YouTube にしてくださいよ。いや本当そう、それはでも本当みっともないからやりたくないんだけど、まあ、でもとにかくもう俺は次の目標があるから、はい、もうその日に食いたいもん食っちゃおうと思って、はい、まあもうやっちゃしまったんですよ、はい、うん、でそこからはもう本当に卵、はい、卵今いっぱい食べてる。食べてるんですか。もうなんか生まれるんじゃねえから俺から卵食ってくれ、卵食ってくれ。マジですか、卵何個食ってんですか一日。いやこれ、ね、あんま言うと怒られちゃうかもしんないんだけど、誰ですか、向こう玉さんに。向こう玉さん関係ないですよ。全卵10個食ってます今。ああまあすごいですね、うん、でもこれはクレアチンと同じように考えてるから、コレステロールローディングじゃないけど、はい、あのコレステロールを今ローディング期ね、ローディング期だから10個食ってるけど、はい、まあ、ある程度こう4日経ったら2個に変えるみたいな、そういうことですよね。まあそうだ、まあ、はいはい、でも基準としてはやっぱコレステロール溜まってくるとムラムラしていくんだよね。何言ってんすか、うん、だからそうなってきたらもういいよっていう、はい、それがローディング溜まった証拠、溜まった証拠、はいはい、今もう全くないから、あ、はいはい、多分今はね本当俺男としてマジ終わってると思う。、うん、だからもう枯れてる状態だから、それは多分コレステロール値だと思う。生物的に、生物的にもうちょっと終わってるから。、はい、だからそれは多分ボディービルとかの熱も冷めちゃってるんだよ。あ、まあ、いろんなことバイタリティですからね。そう、バイタリティのそうパーセンテージが減ってるから、はい、あ、まあ、それはまあやっぱコレステロールだと思うんで、はい、まあ、その調べたら結局ね、手っ取り早いのは黄身なんだよね、はい、豚肉とか牛肉とかの脂肪だと思ってたんだけど、割と見たらコレステロール手っ取り早く取れるのは卵なんですよ、はい、値段とかも考えて、まあ、そうです、ね、でコンスタントに取れるってなると、はい、だからもう卵で、はい、うん、ちょっとローディングしていって、はい、まあ、ムラついてきたらまあ5個とか4個とかに増やして、でそこから調整入ろうかな。基準がそこなんですか。それしかないんだよ、感覚的なもんだから。数値表せないですもんね。数値表せないから、はいはいはい、うん、まあなんか数値化したいんだけど、はい、うん、ちょっと10ムラみたいな、うん、なんかね、まあ多分コレステロール値もさあるじゃん、測れば、はい、そういうのないから。ああ、そうですね、うん、まあそこはそういう感情と、はい、うん、向き合うしかないのかなっていうことですね、はい。まあ、今とにかくちょっと自分に残念というか、またがっかりしてるというかね。これ繰り返しなんだよ。俺の場合順位じゃないからこそ厳しいんだよね。だって2位だったら誇れるじゃん普通。そう思います。2位だよ、だってあのレベルで、はい、全然なんかもう俺
自分にがっかりしろマジで、うんうん、なんかそれは当日気づいたんですか、アザミさんの中では。やっぱねこれ俺もね、はい、もう自分の目腐ってんだと思うんだけど、はい、当日になって自分のステージングを動画で確認しないと気づかないんだよね。あでも逆にあのこの前の最初のなんだっけな、4月に出たコンテストオーバーロール撮ったじゃん、はい、あの時自分絶対コンディション良くないと思ってたから。へえ、そうだね。だけど、はい、当日、まあ、ステージング見たらめっちゃ良くなってんじゃんっていう感じなんだよね、はい、要は誰かと比べたりライティングがあったりしないとやっぱ分かんないんだよね、うん、あで俺の場合誰かにめっちゃ見てもらってるわけでもないから、はい、自分の目だけだから、うん、で例えば仲のいいねそういう選手もいないし、はい、全部自分の判断になっちゃうから枯渇していってることも気づかないんだよね、はい、それは何でかっていうと数値的にちゃんと見てるからなんだよ。数値を見てるからなんだよ、うん、トレーニングの回数とか重さと食事も毎回測ってるじゃん、はい、それが良くなっていってればいいんじゃないのって思うんだよ、はい、でそれで見た目も要はもう俺がどんどんちっちゃくなった俺になっていってるから気づかないんだよね、はい、誰かと並ばない限り。だからそういう感じでどんどん自分の筋肉がこうからっからになっていくことにも気づけなかったっていうところですかね、はい、その辺がちょっとだから関口くんみたいな、人にちょっと見てもらおうかなっていう、はい、まあそれなんで今回の、うん、今回そこからちょっと見直さなきゃいけないなっていうのですね、はい、まあ、そういうことですよ。そういう意味でじゃあ今オフってことですか。まあオフじゃないけどね。オフじゃない、みんなが言うオフじゃない、肩から見たらオフじゃないけど、あざみさんの中でオフっていうことですか。卵オフって感じ。卵オフ卵オフ卵腐そうですか、うん、まあまあ食うときは食うけど、はい、うん、でもまあそういう腹いっぱいにしてもねトレーニングできなくなっちゃうんで、はい、それっていうよりはまあ俺は多分そのコレステロールがちょっと足んないと思うんで卵食うと、はい、いうところですね、うん、あとはトマトジュースは結構飲んでますね。あ、そうですか、これはもうすいません本当にこれはただの嗜好品です。嗜好品ですか。特に筋肉のためではないです、はい、そういうのもねまああったらいいですよね。まあそうだね、身もちょっと休めた方がいいかもしれない、心的にも。うん、なんかちょっとまあなんかそういうとこあるんでね、やっぱ俺体が全てって思っちゃう時あるんで、はい、まあ、それが逆にこううまくいかないと全部ダメになっちゃうとこあるんで、うん、まあ、一旦諦めて体をね、オフを、まあ、週に1回取るのと一緒でね、うんうん、やっぱメンタル的にもねそういう休みをもしかしたら取った方がいいのかもしれない、まあ、幸せなんだけどね、トレーニングしてたりと か, なんか食事を計算してる時とかも幸せなんだけど、はいはい、まあ、今のこの感情で見るとちょっとまあ自分の求めてた結果が出てないわけじゃん、はい、だからちょっとレベルを下げてあげてもいいのかなっていう、はい、ちょっと上見すぎてるのかなっていうところもあるんで、はい、まあ、一回自分に期待せずにもう一回初心に戻って、はい、まあゴーゴーラーメンぐらいからやってくれるかっていう感じがしますね。待ってください、ゴーゴーラーメン。ゴーゴーカレーね。ゴーゴーカレー。ゴーゴーカレーか。ゴーゴーカレーだいぶいきましたね。ゴーゴーカレーと家系ラーメンから再スタートしてもいいのかなと思ってますよ。だいぶそれはね、言ってますけど、ぶっ飛んでますけどね。うん、ぶっ飛んでるけど。はい、まあ。そういうことですよ。あんま自分に期待 しすぎないようにね、はい、うん、やっていきたいと思いますよ。はい。はい、というわけで、まあ、まあちょっと引き続きね、ちょっと、まあ、コレステロール取ったらどうなったかっていうのは、はい、一つネタになると思うんで。ネタになります、はい、使えますそれ。わかんないけど。先に雑誌に取り上げられちゃうかもしれない。いやいや、勘弁してくださいよ。なんちゃらパーティーに参加、社員が参加してるとこ見たみたいな。はい、というわけでね、また、懲りずに、ゆっくりね、またやっていきたいと思いますよ。はい。はい、というわけで、はい、こんな感じでした、ビーフね。はい。うん、はい。バイバイ